皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。さて、いよいよウォッチ&ワンダース2022年新作発表会間近ということで、今年はどんな驚きがあるのか楽しみで仕方がない。今回の動画ではウォッチ&ワンダース直前ということで、2022年3月22日今動画の制作時ですね、その時までに発表された新作モデルまとめておさらいしていこうと思います。本日もぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて、では本題に入る前に、ウォッチ&ワンダースとは一体何なのか簡単にご説明していきたいと思います。ウォッチ&ワンダースとは時計業界の新作発表イベントの名称です。多くのメジャーブランドと独立系マイクロブランドが集結して行われる業界最大の祭典です。今年の開催日は3月30日から4月の5日、スイスジュネーブでの会場開催とオンラインでの開催、ハイブリッド開催となります。ちなみにスイス時間なので時差にご注意ください。詳細はウォッチ&ワンダース公式サイトの URL 概要欄に貼っておきますので、ご覧いただければと思います。今年の出展ブランド、有名どころではパテックフィリップ、ロレックス、ランゲ&ゾーネ、カルティエ、グランドセイコーなど、メジャーブランドだけで24個もありますね。そしてマイクロブランドまで含めると計38個ものブランドが一堂に会するという非常に大きなイベントになりますね。ウォッチ&ワンダースのウェブサイトではおそらく今年もライブ配信でのインタビュー等コンテンツがあるかと思います。すべて英語となりますが、ぜひ合わせてお楽しみいただければと思います。その他、各社公式ホームページでも次々に新作が発表されますので、我々時計ファンにとってウォッチ&ワンダース開催期間ほど熱い時期はないと思います。さて、では本題ですね。まずはウォッチ&ワンダースとは別に独自で新作発表を続けるスウォッチグループより、グループを代表する人気ブランドオメガから新作をお届けしていきます。まずはこちらですね。オメガさん、年明け早々から飛ばしてまして、今年2022年は1957年に発表されたトリロジー、スピードマスターとシーマスター300とレイルマスター、これらが65周年を迎える年なんですよね。ということで1月には早速こちらのスピードマスター65周年記念モデルが発表されております。カノープスゴールドという独自の18金ホワイトゴールドを使用して、伝説のムーブメントキャリバー321を搭載しての登場。ベゼルの印字にはグラン風エナメル加工が施され、文字盤はなんとオニキス製、価格は957万円と、とんでもない超ぶっ飛んだスペシャルモデルで幕を開けました。そしてスピードマスター1957シリーズステンレスチールのモデルでは、手巻きのマスタークロノメーター認証、キャリバー9906搭載のモデルも追加されています。こちらは110万円と現実的な価格設定です。こちらブルー、グリーン、バーガンディダイヤルと、そういった展開もあります。まだ現物の確認できていないんですけれども、オメガの公式サイトの画像と現物の差、意外と少ないので、おそらくこのままの印象なのではなかろうかと思っています。どれも発色良さそうですよね。文字盤カラーで何ヶ月も悩めそう。そしてムーンウォッチシリーズの方にも新作が登場しています。2019年に初めて使用された独自の18金イエローゴールド、ムーンシャインゴールドを使用したバリエーション。ここにも最新ムーブメントキャリバー3861が搭載されてリニューアルとなりました。これにもグリーン文字盤の展開があります。深く立体感のあるグリーン、ゴールドとの相性が素晴らしいですね。それからシーマスターにも強烈な新作が登場しています。トリロジーの65周年ということを考えると、シーマスター300で来るのかと思いきやですよね、まさかのプラネットオーシャンでの新作でした。その名もウルトラディープ、驚異の 6000m 防水。ウルトラディープはもともと潜水艦にくくりつけられ、深海19,280mにまで連れて行かれたコンセプトモデルでした。それが今年堂々の商品化です。さっきのスピードマスターもそうですが、オメガさん、生産力の高さを見せつけてくれるのは、一気に素材もカラーも複数で展開していることですね。これも3色2素材での展開です。どれも素晴らしい出来栄えですが、やはり注目はチタン、これでしょうか。潜水艦にくくりつけられたオリジナルモデルがチタンなので、よりオリジナルに近いものをと考えている方も多いはず。そしてシーマスターシリーズはもう一つ出てますね。 38mm サイズのアクアテラ、カラフルな新ダイヤルが追加されています。カラーの名称もなかなか面白くて、これはテラコッタダイヤル。テラコッタというのはレンガ島に用いられる土の名称ですね。でこれがベイグリーン、
ベイはおそらく湾のことでしょうか。名前だけ聞くと鮮やかな南国の海の印象ですけれども、画像ではスモーキーなグリーンに見えますね。そしてこれサンブラッシュです。さんさんと輝く太陽のイメージなんですけど、やっぱり画像ではスモーキーに見えますね。これ早く実機見てみたいですね。さて続いてブルガリです。オメガ同様、ウォッチ&ワンダースには出展しないブランドなので、時期問わず自分たちのタイミングで新作を発表するブランドでもあります。こちらはつい先日発表されたばかりの最新モデル、オクトフィニッシモウルトラ。2018年にピアジェが更新した機械式時計の最薄記録、それを 0.2 ミリ塗り替えての登場です。ブルガリでは8個目となる世界最薄記録樹立モデルとなりました。これなんと厚みが 1.8 ミリしかありません。ムーブメントの厚みではなくて時計の厚みで 1.8 ミリです。もうね、よくわからない領域ですね。見ての通りリューズがなくて歯車がケースサイドから飛び出している。どういう構造なんでしょう。ゼンマイを収納した香箱部分には QR コードが刻まれております。読み取ると時計に関するビデオと NFT 等にアクセスできるのだとか。採用記録にも驚きましたが、フェイス面を大きく占める割合で QR コードを置くという大胆さにも驚きましたね。そしてこちらもヒットの予感です。ゼニスのデファイスカイライン。これ面白いのは自動巻きのクロノグラフで有名なエルプリメロ搭載機で、三芯スモセコっていう設計ですね。クロノグラフ部分を取り除いたのだろうか。しかしスモセコが10秒で1回転するという仕様はやはりエルプリメロ。こちらもカラー展開ありまして、ブルーとブラックとシルバーの3色が登場しています。ラグスポっぽいデザインもセクシーでかっこいい。あとこれも面白い新作ですね。1969年の最初期のデファイを忠実に再現した作品、やはり三芯です。37ミリと小ぶりなサイズ、ブラウングラデーションの文字盤、そして削り取ったかのようなユニークなケース形状からもレトロな雰囲気を感じますね。さて続いては日本が誇る世界のセイコー。まず大きな話題となったのはキングセイコーの復活です。レギュラー化での登場となりました。メタルブレスレットと革ベルト、文字盤カラーは5色と、こちらも最初から複数展開でのスタートとなっています。これ外装デザイン素晴らしいんですよね。ラグ、ブレスレットコマと大胆に面取りされておりまして、石積みの建築物をも思わせる印象。細部まで凝った作りで既存のファンはもちろん、新しいファンも増えたことと思います。そしてプロスペックスからは1965、1968、1970と歴史的名作ダイバーズウォッチの新バリエーションが追加されています。何かしらの周年記念等でたびたび限定デザインを発表するセイコーダイバーズですが、今年はナイトダイバーという真っ黒いシリーズと、こちらの海洋保護活動支援セーブ・ジ・オーシャンモデルがすでに発表されています。これ特徴的なのは文字盤ですね。グランドセイコーが得意とする自然モチーフのパターン文字盤を使用しています。今回のテーマは氷河だそうですね。長い時間をかけて形成された氷河を表現したディープブルー、南極大陸の壮大な氷床を表現したライトブルー、極寒の北極海に浮かぶ氷河を表現したホワイトと、どれも冒険心をくすぐるカラーリング。発売は6月なのでまだまだ先ですが、これも早く実機見てみたいですね。そしてセイコー最上位のブランド、グランドセイコーもまた新作をどんどん追加しています。大人気の白樺にはスプリングドライブ搭載のバリエーションが追加、さらにグリーンカラーの白樺も追加されています。ホワイトの白樺とは違った雰囲気、新緑の夏を思わせる雰囲気がいいですね。 44GS の55周年記念モデルもあります。木目調の文字盤は悠久の時を表現したもの、限定550本うち国内200本なので買える気がしません。グランドセイコーは今年初めてウォッチ&ワンダースへの参加が発表されています。気質の新作はそれまでの助走なのか、にしても結構飛ばしているような気がする。そして欲しくてもなかなか買える気がしない時計といえばこれも、オーデマピゲロイヤルオークの新しいエクストラシン。ロイヤルオーク50周年のタイミングでリニューアルされた最新作です。バリエーションも複数ありまして、どれも本当に美しいですね。リニューアルにあたりムーブメントも新しいものへと変更されました。振動数が毎時 28,800 へと変わり、よりスポーティーなスペックへ。部品数も21個増えて268個へ。秒針なしの2針でこんなに多くの部品を使っている時計は稀です。クロノグラフぐらいの量がありますからね。パワーリザーブも40時間から55時間へと大幅に延長されております。当然ながら新ムーブメントのサイズ、前作よりもわずかに大きくなっています。しかしさすがオーデマピゲ、新しいエクストラシン、外装サイズは前作とほぼ一緒、
むしろ厚みを 0.1 ミリ薄くしての登場となっています。古くから薄型化に強いオーデマピゲの技術の高さを強く感じることができる作品ですね。以上、本日はウォッチ&ワンダース直前、2022年年明けから3月22日までに登場した新作のまとめということでお届けしてきました。今回ご紹介したモデル以外にもまだまだたくさんあるんですけどね、さすがに全てとなると追い切れないかと思いますので、ピックアップにてご紹介させていただきました。皆さんの注目の新作、そしてウォッチ&ワンダースで期待したいブランドと、ぜひコメント欄に残していってください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。